じゃんかかです今日はセブンイレブンさんのピーチオーレですねのジュースの動画ご一緒にご覧いただきたいと思いますセブンイレブンさんのセブンプレミアムシリーズですね、えー、ピーチオーレ乳糖入りということです果汁は1%未満ですねそういたしましたら原材料名まずご一緒にご覧いただきたいと思います 豆糖ぶどうと液糖と桃果汁、脱脂粉乳に乳酸菌飲料、酸味料、香料、安定剤とあとはビタミン C ですね、えー、そのほか甘味料、カルチン色素ということです。カルピスさんが作ってるんですね、えー、っと、エネルギーの方は100ミリリットルあたり18キロカロリーです。 カルピスさんが作ってるんやったらもううまいに決まってますよね <laughs> はい、えー、こちらがピーチオーレの中身ですほのりピンク色してますでしょうかえー、でまあ,あのカルピスでこう割ってるっていう感じですねそれではこちらをチェックしてみたいと思いますうまい <laughs> まあうまいに決まってますあの白桃の風味がよく出ていてあとほんのりカルピスの味はほとんどないかな えー、若干甘酸っぱい感じがするんですけれども全般的にそうですね、えー、白桃の風味で、えー、まろやかに美味しくいただけるテイストになってますちょっともう一回チェックしますあでもカルピスの味するかな、えー、まずこう風味が白桃でで、えー、若干甘酸っぱいカルピスの味が混ざってると思うんですけれども そうですね、えー、全般的に喉越しもまろ、えー、やかな白桃テイストで美味しくいただける、えー、ジューステイストになってます若干春をイメージした感じでしょうか美味しいですすごくセブンイレブンさんのピーチオーレですねすいませんそれでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います